友達を迎えに来ました。 YouTube です。 YouTube こちらの方がいい。福山駅見えるかな。それでは広島に行ってくる。はい、到着しました。今日は最悪の雨の日ですけど、今日も勝っていきましょう。気合入れていきましょう。さあ今日も、先週と同じ会場です。ここから、歩いてまた登らないといけないんですけど、ちょっとこっから登る坂がねちょっときついんですけど、まだまだ若いんでそうは言ってられません。よし登っていくか。やばいやばい。1、2、3、4、5、6、7、8。なんだこれ。なんだこれ。はい、ということで、うわーやばい。この坂はね、結構きつい。荷物とか持ってたりすると大変だわ。よいしょ、まず第一の階段を終わりました。はい、ではこっちもうそろそろですね。あ、見えてきましたね。こっちではありませんよ。もう一個の方です。もう一個のこっち側の坂を登らないといけないです。着きました。Oh,
シティ福山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 シティ勝ちました。勝ったんですけど、こんな大雨の中なんで、ちょっと、気をつけて帰らないといけないですね。あ、ちょっと待って、ね。あとで、またちょっとエンディング撮り直そうかな。車の中で雨降ってるんで。では、また後で。はい、お疲れ様です。前者第1代表決定戦福山市 FC 対 IPU の試合4対0で勝つことができました。ありがとうございます。ありがとうございます。非常に前半は難しいゲームだった中で、後半戦に雨が強くなる中、本当に高け2ゴールして、そしてさらには他の選手もゴールを決めたということで、これで4点取って、快勝となりましたけども、まず第1代表取れたことは良かったと思います。ただここからまだまだ、前者の本戦の方に入ってきますので、しっかりこれからも後押ししていきたいと思います。今年はね、全国社会人サッカーレー選手権大会は滋賀県で行われますので、ぜひ皆さんで後押し、していけたらと思います。そして、来週の対戦相手なんですけど、
また同じ IPU との対戦になってます。本当に来週も負けれないゲームが続くので、来週はリーグ戦ですね。負けられないゲームも続いていくので、来週もしっかり勝って兜の王を締めよう。そして福山市 FC の全力で後押しをしていきたいと思います。それでは、大雨の中の、柳でした。ありがとうございます。それでは次の動画にいってく。ありがとうございます。バイバーイ。柳チャンネル登録よろしく。